ネクストフライトは、パスポのフォースシングル。2012年6月13日に、ユニバーサル J から発売された。世界一周ロックの旅パスポエアライン3部作の第1弾、パスポミーツ LA メタルである。パスポ神社が1週間限定で設置された、羽田神社レコーディング及びミュージックビデオ撮影は、ロサンゼルスにて行い、レコーディングには、元ガンズローゼズ、 シンデレラのメンバーが参加した。PV 撮影時は、行きの飛行機が遅延したり、森しおりがパスポートを紛失したり、さらには、ネギ試合が迷子になる、搭載難続きだったという。帰国後、東京都大田区にある、羽田神社でメンバー全員が参拝した際、パスポ神社を作ろうと、神社側が発言したことから、同神社境内に、 パスポ神社が6月11日から6月17日まで、混流され、除幕式には100名のパッセンジャーが招待された。それぞれ違う内容の DVD 付けの初回限定版2形態と通常版の3形態と、ユニバーサルミュージックスとア限定版の、K19 形態でのリリース。初回限定版には、DVD の他に7月8日の、日比谷野外音楽堂での、 ネクストフライトフェス招待パスポートが封入された。ちなみに A は1部、B は2部のパスポートである。通常版は、初回プレス分のみ、メンバーキスマーク入り製写真が封入された。機内サービス版には、握手券、特別チャーター便、ライブチケット付き CD には、東京、大阪、岐阜で開催される特別チャーター便のライブチケットが封入された。ネクストフライト、 三時六分バスタブ、五時四分ネクスト、フライトバスタブ DVD ネクストフライトネクストフライト、バスタブネクストフライトバスタブ DVD バスタブネクスト、フライトバスタブネクストフライトバスタブネクストフライト、パッチ、スターネクストフライトパッチ、スターネクストフライト。ありがとうございます。